北野しおりのリアルトライ。皆さんこんにちは、お元気でしたか？北野しおりです。皆さん体調崩していませんか？佐藤美久です。しおりちゃん、夏バテとかって大丈夫？私毎年ですね、あれ、夏バテした思い込みでダイエットしてるんで、うん、全然夏バテウェルカムって感じです。すごいわ、はい、思い込まして、そう、自己暗示、自己暗示。すごいな、それ。それいいね。そう、夏バテしてる、ご飯食べれない、痩せるみたいな。なるほど。そう、そう。それいいね。良さそう。ちょっとバカなんで、そういう方法じゃないとダイエットできないんで。なるほど。今年の夏も痩せます。私もちょっとそれやってみようかな。いや、そう、ぜひ。ぜひ。はい、やります私も。ではですね、はい、あるサイトによりますと、はい、夏バテの原因としてよく知られているものに、暑い屋外と、冷房の効いた室内を行き来することなどによって引き起こされる自律神経の乱れがあると言われています。で、人間には基本的に体温を一定に保とうとする機能が備わっていて、この機能を司っているのが自律神経なんですが、もともとこの体温調節は生命をこう維持するのに必要なエネルギーである基礎代謝のほとんどが使われる大仕事で、温度差が激しい環境では体温を上げる下げるが目まぐるしく入れ替わることになり、はい、よりスタミナがね、奪われるわけです。なるほど、はい、こんな暑いのにクーラー切るってことですか？いや、そういうわけじゃなくってね。そういうわけじゃなくって、クーラーつけっぱなしでそこから出なければいいとかじゃなくて、うん、そうじゃなくって、そうじゃなくって、汗は基本的に体温を下げるためにかくものなんだけど、はい、あ、そうなんだ。そうだね。で、高温で多湿な日本の場合は、だいたい28度以上の暑さになると、うん、汗をかいても蒸発しなくなります。え、そうなんだ、はい。で、この蒸発しない汗は体内の熱を外に逃がさないため、はい、体は暑さにさらされ続けます、はい、で、そのため体は疲労を蓄積していくばかりか、はい、最終的には脱水症状につながる危険性も出てくるんですよ。へー、じゃあ水分補給はめちゃめちゃ大事じゃないですか？まあ、ただね、まあ、水分補給ももちろん大事なんだけども、はい、その水分が結局蒸発しない汗に変わってしまうようなら、はい、体温調節という側面からは意味がないそうです、うん、はい、まずはかいた汗がスムーズに蒸発する28度未満の環境を作ること、はい、これが初めに行うべき、夏バテ対策です。へー、うん、まあ、温度調節が大事なそうです。まあそうだね、皆さん、うん、で、少しね、ちょっと長くなってしまいましたけど、はい、この、暑い夏をね、夏バテなしに乗り切っていただきながらね、はい、すっきりさっぱりと進めていきたいと考えているこの番組、北野しおりのリアルドライは、コスプレイヤータレントの北野しおりちゃんと、私女優の佐藤美久の2人がコスプレイヤーアニメ、BL、そしてサブカルなどについてリアルに、そしてドライに進行していく番組です。それでは今回最初のコーナーはイベントオブマンスリーのコーナー。おー、待ってました。はい、はい、このコーナーは、毎月放送の翌月、東京や千葉など基本関東圏で開催されている代表的なコスプレイベントなどのご紹介や、各イベントの特徴やセールスポイントなどについてリサーチャーさんの独断と偏見も交えてご紹介していくコーナーです、はい。ではですね、まず8月、4日の日曜日ですね、はい、は、コスミック主催、コスミックイン立川、立川昭和記念公園、はい、そして次が8月の9日金曜日から12日の月曜日、コミックマーケット準備会主催のコミックマーケット96、こちらが東京国際展示場です。そして同じく8月9日金曜日から12日の月曜日までですね、コスプレ博実行委員会主催の、隣でコスプレ博 inTFT、うん、こちらが東京都江東区有明です、はい。で、続いてが8月の10日土曜日から12日の月曜日が、はい、株式会社ココフリカンパニー主催、ココフリサンフラワー、はい、こちらが神奈川県、相模原市南区新戸です、はい。そして次、最後ですね、8月の17日土曜日、18日日曜日がコッサン主催、コッサンイン宮代町民祭り2019、うん、こちらが埼玉県南埼玉郡宮代町です、はい。
さてで8月のね、まあ、一番大きなイベントといえば、まあ、コミックマーケットなんじゃないかなと思います、はい、そうですね、まあ、通称コミケと呼ばれておりまして、聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません、アマチュアの作家が同人誌を配ったり、はい、出版社やアニメ制作会社などの、企業がコミケ限定のグッズを販売したりと、ここでしか手に入らないものも多くあり、それらを求めて参加者はここ数年毎回50万人を超えます。あ、そしてコスプレエリアもありまして、はい、コスプレイヤーの中にはこのコミケでコスプレをするために地方から参加する人もいます、はい、ただ今回は今までと開催のされ方が2点変わります、はい、はい、一つ目はですね、開催期間です。今までは、コミケの、開催、コミケは3日間の開催だったのですが、そうですね、まあ、今回はですね、会場の国際展示場の一部が使用できないため、はい、開催期間をですね1日延長、4日間の、はい、開催になります。へ、はい、そして2つ目はですね、はい、参加に、参加証が必要になります、はい、で書店やインターネットなどで、購入できるコミックマーケット96の、はい、冊子版カタログに付属するリストバンド型の参加証を持っていないと、はい、入場制限中の入場ができなくなります。はい、ですので、はい、この2点にですね、ご注意の上参加するようにしていただければと思います、はい、え、今までそんなリストバンドとか全然なかったのに。あ、そうなんだね、はい、あとなんかこの前先行入場、はいはいはい、コスプレするための日程見せたんですけど、うん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 、そう、1日延ばすってそういう理由なんですね。あ、そうです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 。コミケってなんかいろんな人が出入りしてるから、うんうんうん、あの、私なんか変な人に追いかけ回されたことあってえ、そうそう、コスプレしてて、うんうん、あの、遊びに行きませんかこの後みたいな。怖い。いや、そう、そうなんだ。コミケって私そういうなんかいろんな老若男女が出入りしてるから、そういうことに遭遇するっていう思い出めっちゃあります。でもさ、コスプレのその範囲、はい、エリアはい、って結構範囲決まってくるじゃない。あ、決まってるんだけど、基本的に屋外、私なんか撮影エリアが決まってるだけで、コスプレしたまま割とどこでもうろうろできる。そうなんだね。でちょっと離れたところに公園とかもあって、あ、 そっちも行けるんだ。そこも行けるから範囲結構広いんで。あ、そうなんだ。そう、全然逃げ放題。皆さんちょっとね、注意していただければと思います、はい、でそしてね、まあ、夏ならではといえば、はい、ひまわりや夏祭りといったものを取り入れたイベントとして、今回ココフリサンフラワーのイベントとコッサンイン宮代町民祭り2019を挙げさせていただきました、はい、なんとここの、ココフリサンフラワーのイベント、はいはですね、約45万本のひまわりの中で撮影ができます、はい、へ、結構貴重なロケーションです ね、 すごいよね。でまた、コッサンイン宮代町民祭り2019はですね、はい、開催時間が11時から20時までを予定しており、お祭り、神社、街並みを、昼も夜も撮影できます。へ、お祭りの、お祭り楽しみながら、はい、交流目的で参加するのもよし、スタジオなどでは撮れないお祭り風景の撮影を本気で撮るのもよし、いろんな楽しみ方ができそうですね。へ、なんかお祭りのロケーションってちょっとときめく感じがしていいですね。いいよね、もう夏ならではだよね。そうそうそう、うん、自分じゃ用意できないしね、お祭りなんて、うんうんうん、そうだよねすごい機会としては珍しい機会だと思います。まあ、その他にもね、はい、各地で大小さまざまなイベントも開催予定ですが、時間の都合上で省略させていただきましたことはあしからずご了承くださいませ、はい、そしてなお、イベントによってはですね、事前申し込みが必要であったり、人数の上限が設定されているケースもございますので、必ずホームページなどでご確認の上ご参加ください、はい、またお問い合わせの際は、会場ではなく、くれぐれも各イベント主催者さんにお問い合わせいただきますようお願いいたします、はい、以上、イベントオブマンスリーのコーナーでした。今月の潮ミクランキングのコーナーよ、イエーイ、楽しみにしてました。改めまして、はい、現在放送中の北野しおりのリアルドライ、担当は、はい、北野しおりと佐藤美久でお送りしております、はい、さて続いてのコーナーは今月の潮ミクランキングです、はい、このコーナーはグルメセレブを目指すしおりちゃんと、はいはい、私佐藤美久が毎回番組で用意していただくものについて、実際に今からこのスタジオで、はい、一口の飲んだりこう食べたりしてみて、はい、その好みをもとにランキング形式で発表させていただくというものです、はい、
ただししおりちゃんはグルメセレブを目指しておりますので、はい、そのランキングは当然高いものが上位に来るはずですので、はい、そこにも注目してみてください、はい、そしてお断りしておきますが、可愛いキャラクターのコスプレ衣装でファンを獲得しているしおりちゃんと、一応誠実というキャラでいろんなお役をいただいている私佐藤美久がガチリアルに、もしかしたらちょっとだけドライにコメントしていきますこともあらかじめご容赦ください、はい、ではですね、前回の、水羊羹ですね、あー難しかった声を揃えて言っちゃうんですけど、全然分かんなかった。なかなかね、やっぱ改めて思うとやっぱ水羊羹だから、はい、みずみずしいものがやっぱりいいんだなって。そう、なんかさらっ、一番さらっとしてて、こう、うん、上品な味のが一番お値段張ってた、ね、私は単純に味が濃くて甘いのを選んじゃったんで、うん、今までがねやっぱそうだったからね、うん、いやそうなんだよね、そこなんかちょっと引っ掛けみたいなのがあったしね。そう、水羊羹と羊羹の違いって感じがした、難しかった、うん、前回はね水羊羹は残念ながらしおりちゃん、はいはい、ボロボロでした、原因にはならずということで、はい、では今回ですね、はい、オープニングトークでもお伝えしましたが、水分補給の代表的なメニューの一つ、はい、オレンジジュースのランキングをですね、しおりちゃんにとってはですね、はい、初の飲み物でなかなか難しいとは思いますが、はい、いつものように高価なものを順に当てていきたいと思います、はい、そして今回もいろんなオレンジジュースの中から有名店のものも含めてですね、うん、厳選して3種類用意していただきましたので、はい、それではですね、ご紹介をねさせていただこうと思います。 まず一つ目がですね、はい、谷井農園さんの知らぬいジュース、はい、こちらがなんと 180ml で1080円です。180ml ってコンビニとかによく置いてるちっちゃいパックジュースの量じゃないですか。そうかな、こんぐらい、こんぐらいですよね。ちょっとこんぐらいって言っても分かりづらいんですけど、 180ml で1080円で、なんとこの知らぬいジュースをですね、谷農園さんがですね、はい、提供してくださいました。 ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。でですね、この知らぬいジュースはですね、はい、清見とデコボンの、はい、デコポンの交配によって作られた知らぬいという、はい、品種のオレンジを使った果汁 100% のストレートジュースです。はい、濃厚そうですね。期待大って感じですね。そうですね。で、2つ目がですね、はい、キリンビバレッジ株式会社さんのトロピカーナピュアプレミアム、はい、こちらが 720ml で464円です、はい、だいぶ違う、まあまあまあ、これでもまあまあする、うん、結構人気だよね、トロピカーナのジュースはね。そうなんだ。そして3つ目がですね、はい、セブンアイホールディングセブン&ホールディングセブン&アイホールディングさんの、はい、果汁 100% オレンジ、はい、450ml で113円、はい、ということで、なるほど、この3つとなります。はい、私セブン&アイホールディングさんのよく飲んでるんで、あ、そうなんだ、これはもう絶対に外さないです。これどうだ、やっぱ分かりやすいのかな、ね、ちょっと緊張しますけれども、本当にお値段の差すごいから頑張りたい、うん、頑張っていこうかなと思います。はい、ではまず一つ目、一つ目 A からいただきましょう。いただきます。じゃあしおりちゃんからお願いします。これ見た目結構それぞれ違うんですよね。そうなんだよね。いただきます。 B が飛び抜けてるってわけではないけど、こういう、そう、オレンジジュース久しぶりに飲んだ。なんか結構意外と粒が入ってて、あ、本当、うん、あ、じゃあ残ってる粒が、私も A をね、どうぞいただきます。どう、うん、あ、本当だね、そう、意外とオレンジの粒、あ、そう、粒感がすごいね、これ粒感がある、うん、飲みやすいな。どうですか、美味しい、美味しい、これは美味しい、うん、めちゃめちゃさっぱりしてて美味しい、うんうん、はい、で A がすごいね、あの粒感があって美味しいなと思います、はい、では私 B いきます。いや、この B ね、すっごい色濃くて、うんうん、もうここで見た時点で色違うんですよ、うん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 、で匂いも結構さっぱりしてて、粒が入ってるのがもう分かります。いただきます。はい、お願いします。あ、どうですか、甘い、おー
リーチ。わかりました。じゃあ私、じゃあ行かせていただいていいですか。どうぞ。B、いただきます。あ、これもなんかやっぱ粒が、いや、そうなんよね、わかる、すごい全然違う。そう、こんだけ。これ美味しいな。美味しい。いやでも待って、まだこうやってこう匂わせる発言やめようよまだわかんない、まだわかんない。前回それで失敗してるからね、うん、確かにそうだね、うん、前回のこれは全然違うね。うん、濃い。はい、やはり、やはり濃い。これま結構わかるかも。じゃあ集中ね。はい、 C いきます。これはね、粒が入ってないオレンジジュースですね。お、あ、ほんと。うん、いや、この色がね、また私難しい。わかったわかった、どうどう、これわかった、わかった、マジわかった。普段からオレンジジュース飲んでてよかった。私そうそう飲まないからな。あ、そうなんだ。じゃあ C の、はい、私もいただきます。違いを実感してください。あ、一口で飲まないところがちゃんと味わってる感じがする、うん、私ガブガブガブって飲んでるからねあー、すっきり、すっきり、そうそうそう、さっぱりしてる、うん、すっきり、お子さんでも飲みやすい感じの。そう、一番ガブガブ飲めるのこれかも、うん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 、あ、これはわかるな、これわかるよねだからわかるなって言って間違えて嫌なんだけど。いや、そう、でもこれはわかる。まあ、しゅりちゃんはね、当てていっていただきたいので。そう、当てないといけないんですよ私は。ではですね、はい、ではではランキングをご紹介、ね、させていただこうと思います、はい、では私の、ランキングからいきますね。どうぞ。まず、第3位は、はい、3番目に飲みました、はい、オレンジジュース、はい、かなと思っております、はい、C ですね。 C、 第3位 C、 第3位が C です私、はい、そして第2位が、はい、A、 最初に飲んだオレンジジュース、はい、そして第1位は、はい、もう B です。はい、2番目に飲みました、はい、B の、オレンジジュースが、はい、谷井農園さんのジュースではないかなと思っております、はい、どうもありがとうございましたじゃあしゅうりちゃん、ありがとうございました。お願いいたします、はいはい、私は第3位が C のオレンジジュース、うん、第3位が C、 あ、はい、一緒だね、セブンイレブンさんかな、これいつも家で飲んでるわって思った。あ、そうなんだ、はい、はいはいはい。で第2位が A の、うん、あ、もう一緒だね。そうなの、トロッなんだトロピカーナキリンビバリッジ、はい、かなと。あ、なるほど。そして流行る第1位、はい、 B ですね。絶対これだろうということ。いや、そう、これね、わかる。これで違ったらね、もうオレンジジュース飲めないよ堂々とバカじゃないのって感じ。じゃあじゃあ、はい、じゃあ行きましょう。では答え合わせと行きますか。はい、ではじゃあまず A から開いていきましょう、はい、じゃあ行きますよ、せーの、ドンドン、はい、キリン、はい、キリンビバレッジ株式会社さんの、はい、トロピカーナピュアセレクト、はい、ということで、2人とも、あ、でも、うん、あ、キリンビバレッジさんが2位だから、あ、合ってる、今のとこいい線いってるよ。そうだね、うん、おうおう、あ、いや、今これ2人とも完全にランキング一緒だから、喜びも悲しみも分かち合える感じ、ね、じゃあ次、はい、B に行きましょう、はい、せーの、はい、イエーイはい、B が谷井農園さんの知らぬいジュース、はい、ありがとうございます、はい、180ml、 1080円、ね、そして最後 C いきましょう、はい、せーの、ドン、はい、飲んだことある、セブン&アイホールディングさんの果汁 100% オレンジジュース、はい、ですね。ということで、はい、なんと全問正解、私も全問正解、すごい、これ2人揃ってパーフェクト初めて、うん、いや、こんな分かりやすいもんなんだって感じ。そうで、この、 先ほどもね、ご紹介させていただいた谷井農園さんのこの知らぬいジュース、はい、タイアップでいただきました。あららら、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい美味しかったね。すごい美味しかった。粒感がなんかデコポンのやっぱ味が結構こう強い。デコポン、知らぬいの味、ね、そう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 、知らぬい、そう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 、清美とそのデコポンの後輩によって作られた知らぬいのね、はい、味がやっぱいや別格あ、てかなんか爽やかなのに甘くって、そう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 そ う, そう、甘みもあってめちゃくちゃ美味しかった。オレンジジュースってちょっとさっぱりして酸っぱいイメージだったけど、うんうんうん、甘いって感じだった。うん、これ美味しかったね。美味しかった。いや、ちょっと買ってみようね、ねと思いました。はい、はい、ではしゅりちゃん、はい、おめでとう。見事。お見事です。どうもありがとうございます。そして、なんかスタッフさんがですね、はい、認定ね、はい、グルメセレブとして認定しましたので、はい、なんと、はい、プレゼントがあるそうです。イエーイ
ということで受け取っていただければなと思います。嬉しいな。はい、では、はい、以上ね、今月の塩ミクランキングのコーナーでした。はい、今月のおまけのコーナー、イエーイ。続いてのコーナーは今月のおまけ、私たちが大好きなアニメや漫画などについてくる特典というかノベリティグッズ、いわゆるおまけについて、新刊本や DVD、写真集などのおまけについて佐藤ミク完全独断による一押しの一品を紹介していくというコーナーです。はい、今回ご紹介させていただくのは、東京池袋のサンシャインシティの中にありますテーマパークなんじゃタウンにあるテレビアニメ銀魂の、期間限定アトラクションです。はい、登場しているアトラクションは2つありまして、はい、1つ目はですね、ツアー形式の笑えるお化け屋敷怪談銀魂旅館、そして2つ目はライド型クイズ参加アトラクション、カツラの戦闘クイズドンブラ Q です。はい、各アトラクションにおいて積極的に頑張った人や、はい、クイズで1位になるとオリジナルイラストシートがゲットできます。積極性が大事ですね。はい、まず、ツアー形式の笑えるお化け屋敷怪談銀魂旅館はですね、誰でも知っている怪談を元にした各スポットをお化け役のアルバイト研修者となって、はい、案内役のアクターと一緒に巡るツアー型のお化け屋敷だそうです。はい、それぞれのスポットでは銀魂のキャラクターたちが映像や音声などで登場いたします。はい、ここで積極的に頑張っていただいた方は、はい、オリジナルイラストシートがもらえるかもしれません。かもしれません。はい、そして場所はですね、はい、なんじゃタウン内もののけ番外地、所要時間はですね約30分です。小学生未満は12歳以上の付き添いが必要です。はい、そしてオリジナルイラストシートはですね全3種類でして、絵柄は銀さん、はい、そして新八神楽の3種類で、猫耳と尻尾と転換っていうあのお化けが つけてる、はい、あの三角の白いそうそうをつけています。はい、そして2つ目のライド型クイズ参加アトラクションのカツラの戦闘クイズドンブラ Q はですね、はい、タコやカエルの乗り物に乗ってクイズに挑戦する既存のアトラクション、はい、戦闘クイズ、ドンブラ Q と銀魂がコラボレーションしております。はい、モニターに表示される銀魂に関するクイズに3択で答えていただいて、はい、高得点で1位になった人にはオリジナル、イラストシートがゲットできます。はい、開催場所はですねなんじゃタウン内の福袋7丁目商店街。はい、所要時間はですね約15分です。はい、身長120センチ未満は16歳以上の付き添いが必要です。なるほど。はい、4歳未満は16歳以上の付き添いが必要となっています。はい、オリジナルシートはですねランダムで全3種類です。絵柄はですねよろずやの3人と、はい、新選組3人とそして、カツラ、高杉、カムイのこの3人が一緒にいるのミニキャラのイラストになっています。はい、なお各アトラクション7月28日金曜日までとなっております。全体の注意事項としましては特典はなくなり次第終了となります。詳しくはなんじゃタウンホームページをご覧ください。皆さんぜひ頑張っていただいてオリジナルイラストシートをゲットしてみてください。他にもですね、なんじゃタウンでは銀魂のキャラクターとのコラボもありますので、ぜひそちらも合わせて、お足を運んでいただければなと思います。はいはい、以上今月のおまけのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングが近づいてまいりました。北野しおりのリアルドライ、皆様いかがだったでしょうか。いや今日オレンジジュース最高でしたね。完璧でした。そして、はい、我々の2人の活動はですねツイッターやブログなどを検索していただければと思います。いただければなと思います。それでは、はい、ではまたね次回お目にかかりましょう。皆様のお相手は北野しおりと佐藤美久でした。ではまた。